おはようございます。今10月28日9時50分ぐらいなんですけど、あと10時からスキズの、東京ドーム直前販売があるので、約2ヶ月ぶりにこうやって待機してるんですけど、名古屋の時よりやばいよね。チケット次第ではさ、今日と明日の予定がさ4パターンぐらいあるわけじゃん。両日とも取れる、土曜だけ取れる、日曜だけ取れる、両方無理っていう、やばくない？そう、なんか昨日の夜、あのチケットピアから急にメールが来て、リセールがありますって言って、と思って見に行ったら、リセール出るすぐなくなるみたいな、何回読み込んでもそれの繰り返しで、ほんと2、3回個人情報入れる画面まで行ったんだけど、最終的に全部用意できなくて。あそこで取れてたらね、なんかリセールでなんかアリーナとか出てたから、しかもし土曜日のチケットが取れた場合さ、めちゃめちゃ結構爆速で家を出ないといけないし、土日どっちにしろ名古屋の公演時間を鑑みた感じ、最終的にはタクシーで帰らないといけないような気がして、一番の問題としてはもし運よく2日間とも取れた場合に宿がないという、今からでも入れる保険があるんですかっていう状態になるから。っていうか一個バグなのがさ、当日券の情報っていうか結果が分かるの土曜の10時とかなのに、明日のライブのチケットが昨日までしか買えないっていう、当日券の情報もまだ2日前とかまで出てなかったから不安になって、ライブのチケットだけ買ってあるんで、でも本当これはシステム上、この世のシステム上しょうがない。現地に行けるってなったら私のライブのチケットは浮いちゃうんだけど、でも逆に言うとね、取れなかった場合ちゃんとした価格で見れるから、なんだかんだちょっと2分前とかなので、通信環境のいいところに行ってきます。10時半とかなんですけど、結果から言うと日曜日の明日のやつは取れました。大丈夫そう、全然ありがたいって。なんでこんな時間まで戦ってたかっていうと、土曜の方がなんかちらほら復活ムーブを見せてたから、何回か再読み込みして待ってたんですけど、ちょっとさすがにこの時間になっても繋がんないってことはもう全部吐けたのかなって感じで、でも土曜の方はもう当日だからリセールとかがないんだけど、日曜の方はまだ前日だからリセールはちらほら出てるんですけど、もうすぐ消えてるみたいなんで、ひとまず取れてよかったかなっていう感じですね。だから今の私は全然名古屋の時よりは時間に余裕があります。だって明日だから。でこれがどの辺なのかっていう話ですよね。レフト側11ゲート49通路19列530番らしいです。多分ねここにステージがあってこの辺なんで、名古屋の時とは逆サイドだから全然良かったと思う。うん、ね、明日なんでゆっくり準備します。日付変わって当日の0時17分とかなんですけど、こっちもの紹介パッキングをしていきます。ラピダン V のクリアファイル、紙類用です。アインさんのうちはですね、ケロッピさんの巾着に、ボクシニーさん、イエンさんのフォトカードいっぱい入れてます。ね、なんか前にスピンズでパスケース買った時についてきたアクキーなんですけど、 I と N だけがアピールされてるんですよ。しかも8ボールね、ゆんちゃん廊下のあれだからこれは概念だと思ってつけてます。アクスタですね。でこれをケロッピさんに入れて、これはね友達がタンプレにくれたケロッピさんなんですけど、イヤホンとかアルコールスプレー、モバイルバッテリーを入れてます。指輪なんですけど、わかるかな、これあれなんです、イエンちゃんのネックレス、かわいいから。もともと真っ黒のやつだったんですけど、 UV レジンで色つけていたような感じにしてみた。こうやって撮ったらかわいいかなって、これも持っていきます。あとこれが人権ですね。こんな感じで人権が入ってます。双眼鏡も一緒に入れてます。この袋はね、セリアにあった 1.5 リットルペットボトル用のペットボトルホルダーです。マジでサイズがちょうどいいし、結構クッション素材なので、しかも100円です。今の中身は全部このスピンズで買ったなんか古着リメイクのトートバッグに入れます。内輪がねジャストサイズなんですよ。こんな感じにスポット入って、外からも見えないし、あと貴重品系は全部こっちに入れとこうかなって。貴重品とあと水分、お茶ですね。この麦茶がねめっちゃぴったりサイズで入る。お茶とか財布とかとよく取り出すものを入れて、スマホも入れられるんで、そのスマホの裏は今めちゃめちゃ自作のアリカリハン仕様です。
ライブの話をしたじゃないですか。ライブよりセールに出せてって出したらもう1時間後には成立して、ジャンルがでけえなって思いましたね。いやでも本当に成立してよかった。こうオタクって現場に空席を作るのを一番嫌うじゃないですか。そうならなくてよかった。結構いいとこ撮ってたんですよ。なんかスクリーンの本当に真ん中、縦でも真ん中だし横でも真ん中みたいなところを撮ってたんで、ぜひとも私に感謝してほしい。お互いにね、感謝するべきなんですけど、明日に備えて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。10月29日朝の7時45分です。今から着替えて東京に行きます。もう8時半とかなんで着替えたので行ってきます。これ家にちゃう。なんかイベントの前日基本 2,3 時間しか寝れないせいだったんですけど、今日は割と5時間ぐらいか寝てる気がします。バイプッシュですね。じゃあ行ってきます。13時ぐらいに東京ドームに着ける新幹線を取ったので、中で食べる用のお昼ご飯を先に買いました。じゃがりことサンドイッチとおにぎりです。で無事に新幹線に乗りました。これわかるかな、イエニーの、ね、ネックレスがサンキャッチャーみたいになって、新幹線の中がポンチョポンチョしてしまいました。無事に東京ドームシティに着きました。ここに来るのが半年ぶり。万物の現場、結局東京ドームシティみたいなとこある。いつもお世話になってます。見てください、もう旗だらけで、ドーム周辺の全域にこのスケズの旗があって、テンションが上がりました。でいそいそとこのフォクシにちゃんと撮影をさせていただきました、ね、かわいいですね。で柱のところにこのモノクロのビジュアルが映し出されてて、ね、かっこよすぎる。絵画みたいでした。こんな感じでドームの2階部分にもぐるっと旗がありました。でとりあえず最初に物販に並びました。で物販の列からね、このでかいモニターが見えてて、定期的に MV が流れてて最高でした。でね、通販で売り切れてた内輪カバーを受け取ることができました。であとラントレも買ったので後で開封するんですけど、これね今物販終わってすぐ CD 販売の列に並んでるんですけど、この後はスクラッチが大変なことになります。見てください、 A 賞。スクラッチ消するとき両手塞がるから全然動画とか撮ってなかったんですけど、 A 賞が出ちゃって、つまり終演後のお見送り会なんですけど、もう A 賞の文字が見えた途端フリーズして、しかも私一人だからさ、こんな事故が起きてもノーリアクションでいなくちゃいけなくて、で名古屋同様ね、CD は5枚しか買ってないんです。しかもこんな初心者がさ、お見送り会とか参加していいんですかっていう気持ちになっちゃって、もうね、なんかあとずっと子さんに刺されるビジョンで怯えていました。で引き換えたら整理番号77だったんです。ラッキーセブンで、整理券持ってる間ね、もうなんか運び屋みたいな、とんでもない希少価値のお宝を運んでるみたいな、命の危機を感じながら移動してました。そんなこんなでベンチに座ってラントで開封しました。まずホワホワスンミナ、黒い方のスンミナで、ホワホワの方のハンで、足が5メートルあるリの皮が似合うハンヒョンジン。こっからはね、もう通販とほぼダブっちゃって、ハンと保存用のイゲニで、入学式のリノさんで、でもね番長持ってなかったから嬉しかった。で、これも保存用の全員集合のやつですね。で29日の CD のトレカーを見ていくんですが、これ今更だけど、これ多分年齢順にダブらないように待たされてるっぽくて、でユニは残念ながら弾けなかったんだけど、ハンのポーズが可愛すぎてめっちゃ欲しかったやつだったから嬉しかったです。で最後にファンクラブくじを10回引いてみました。で参加賞金 D 賞1で、でもその D 賞でフォクシニちゃんが出て本当にありがとうございます。地味にね開演時間が近づいてきたので、この明るいうちに会場で各種の記念撮影をして回りました。これ100均で内輪カバーの上から公式の内輪カバーしてるから、家にさんが乱反射してますね。でこのオタク憧れのペンライト越しのドームを撮ることができました。なんかもうね、空も綺麗だし非常にエモーショナルでした。でもう16時半とかなので入場します。
で座席の見え方はねこんな感じでした。あの名古屋の時はねガチで潰されてる席の隣だったんだけど、今回はね隣のブロックもまだ生きてて、あの前回よりはね見やすい席でした。で無事にライブ見終わっていよいよお見送り会に向かってます。このね整理券も回収されちゃうので最後に券撮影しました。ではお見送り会直後のお宅の動向をお聞きください。やばいどうしよう、死ぬ死にそう。お迎えが来てる。あいえんにネックレス見てた、ね、ネックレス見せたらあーって言ってあって言ってないけどなんかあーって顔してニコって言われる。もう無理、近すぎる、もう無理、やばい。もうなんかアイアンにネックレス見せるのに引きすぎて、次ピリちゃんだったかな、なんかもう順番が分かんないんだけど、なんかその後しばらくずっとネックレス持ってたから、もうなんか変な人だと思われたと思う。すごいなんかスタッフの人になんかすごい背中を押されて進んでくださいって流された。ちょっとフォロワーの人を待たせているので止めていただくのですぐにそっちに向かいます。はい、あのすぐに向かうとか言いつつ名残惜しくて夜しか撮れないものを撮ろうとペンライト光らせて遊んでました。本当にすみません。さらば東京ドームありがとう東京ドーム。おはようございます。まるで昨日のライブとお見送り会が夢だったかのように感じる朝ですけど、多分10月30日の月曜日朝8時とかなんですけど、もちろん私は昨日日帰りで帰るつもりで終電の新幹線を撮ってたんです。本当に名古屋の時と一緒で撮ってたんですけど撮ってなんですけど間に合うはずがなくて、フォロワーの人に泣きついたら止めていただけるっていうことで本当にありがたいことに命を得たんですよ。睡眠場所を確保して、でも本当に荷物が日帰りの荷物だった日帰りの荷物だし、私本当に荷物少ない人間だから化粧品とかも一切クリームぐらいしか持ってきてなくて、メイク落としちゃったから今日どうしようと思って、朝でめっちゃ日帰りのつもりだったから新幹線もね特急券乗車券なんかどっちか忘れたけど買い直さないといけないし、あと仕事をお休みますって言わないといけない。でも無理だって、ストレイキッズのお見送り会参加して翌日に働けないでしょ。私が東京近郊に住んでたらまだワンチャンあったかもしれないけど、でも世間的には普通に遠征だからね、新幹線使ってる時点で。もうなんか昨日ほんとなんか何みんな近すぎたよ、無理だって、こんな初心者が浴びていい距離じゃなかったって。本当あれどうしたらいいの、解像度高すぎるでしょ。 8K 以上あったよね。今日中には絶対に帰らないといけないから出かける準備、着替えもないからめっちゃ昨日と同じ服なんだけど、この時期なんでもうぼちぼち11月とかなんでもうそんなにね臭くもないと思うんだ。どうする、今日せっかくだし東京観光してからゆっくり帰る。じゃあそんな感じ、そんな感じです。お腹が空いたので朝ごはんを買ってきましたけども、10時半とかフォロワーさんはもう出かけてしまったので、実はこのフォロワーさんに会うのが3回目とかで、泊まらせてもらうのが2回目。やばいよね、なんかお互いに遠慮なくていい感じです。と食べる、せっかくね同じ服着たので昨日もあの参戦服を取りました。こんな感じで上下黒で上がビゴーで下が H&M です。上着がね羅針盤柄のちょっと透けずっぽい感じだったんですけど、暑かったのでほとんど脱いでました。お昼前もうそろそろ12時とかなんでそろそろ出発して、どうする今日本当、早く遊んでください出かける準備ができて12時半とかなんでそろそろねお世話になったお家を出て、東京ドームシティスキズとコラボしてるじゃないですか、アトラクションとかチケットみたいなの、いやそれだけやりに行こうかなと思って、なんか他にやっぱ平日だから TDC もう一回行っても J ロッソも空いてないしって感じだから私また期間中もう一回東京に来るのでやばいよね、本当になんか隔週で東京に来てるよね
でしょうね、なんか夕方ぐらいの新幹線で帰ろうかなって感じです。じゃあ再び東京ドームシティに着きまして、これが昨日の受験現場です。嘘みたいに人がいないですね。でチケットを、ね、買いに行きまして、で無事に特典のポストカードをもらいました。でとりあえず観覧車に乗りに行ったんですけど、月曜のお昼でも40分ぐらい並びました。でなんか並んでる間ね、子供がスイカゲームの BGM 歌ってて、スケスとスイカゲームの曲が流れるカオスな待ち時間でした。ユミちゃんだ。気に入っていただけましたか？僕たちストレイキッズと一緒に空の景色を楽しみましょう。それでは僕たちストレイキッズと東京ドームシティアトラクションさんのコラボをたくさん楽しんでいってくださいね。じゃあ皆さん以上ストレイキッズでした。ねえやばいんだけど、アイエンの観覧車に乗っちゃったんだけど、どうなってるの？昨日からさ、私の運はスーパーボールのアイエン、あのお料理するプリキュアのアイエンに乗りました。適当に曲かけて楽しみます。本当に観覧車楽しかったです。ありがとう TDCA。でも15時ぐらいですかね、なんか割と疲れたので帰るために東京駅に向かってます。で16時ぐらいに新幹線に乗りました。で優雅にね、物撮りしてたら、あの前の座席の人の倒していいですかイベントが発生して、あ、はいってなってちょっと気まずかったです。でも地元の方に着いて晩ご飯は豪華に一人焼肉しました。まあ焼肉ライクといえばあのヒョンジンの、ね、聖地なので、ヒョンジンと記念撮影もしました。11月3日です。文化の日ですね。日曜月曜とてんやわんやを極めてたから、さすがにね帰ってすぐに感想を取る余裕がなくて、まあ川水木と働いていたので、そんなこんなで金曜日なんですけど、やばくない？ここまであの見た人ならわかると思う。流れがやばくて、流されてたそうめんみたいな、激流激しめの流しそうめんみたいな。今でも全部がね夢かと思ってるけど、すごいあのお金が減ったから現実です。ところがどっこい、夢じゃありません、現実です。これが現実。今になって思うと、すべてに万物に自分にも感謝が尽きないですね。あ、ここにさ、家にさ、そう、家にがいるんですよ。家にね、家にいるんですよ。本当に運だなと思って、すべてがこう噛み合って、朝早すぎるのもめんどくさいなと思って、こう昼過ぎにさ東京ドーム作る新幹線取って、でその流れであの時間に CD 販売並んで適当に列選んで、あそこ早そうだなって思ったら一個前の人がすごい大量に買って、結局すごい待たされて、あーなんかね、 CD の列選ぶの下手だったなって思った矢先の A 賞だったから、朝の綺麗なさと列選びの下手さが結局全てこう絡み合って、私はお見送り会にたどり着いたので、本当にありがとうございます。とりあえずあのライブの感想を手短に、座席ですね、またなんか簡単に出しておくんですけど、体感ね名古屋の時よりねすごい見やすかった。名古屋の時が40列目で、今回19列目のスタンドだったから、会場がね違うとはいえ半分くらいはこう前に行ってるわけだから、結構気持ち近かった。トロッコも結構近かった。終盤に全然メインステージに帰らないスンミンの流れあったじゃないですか。それがすっごいこっちサイドだったから、何回もねスンミンがね、帰るやっぱ行くみたいな、帰るやっぱ戻るみたいな、スンミンが戻ってくるたびに周りがわーって湧いてた。ステージの左端も割と近くて、その辺になんか詰まってたよねファンサが。なんか前トロッコでさ、アイエンが投げキスしてくれたって言ったじゃないですか。なんか今回
愛演もしてくれたし、ピリちゃんもねしてくれたの一回。私含んだ広範囲がみんな受け取ってた。オタクはさ、すぐに記憶をなくすから、名古屋の時のことを見て思い出すみたいな、あ、なんかこんな演出あった、あ、懐かしいなみたいなテンションで見てました。で、なんかその前回はさ、その初めてだったから推しもふわふわしてたし、半熟卵みたいな。でもなんかもう今回は家にをね見ようっていう固ゆでの卵だったから、基本的にはまあ前回と一緒で、メンバーが近くに行ったら横にね出てるモニター見て、で見えてきたら双眼鏡でね家にを見るっていう行動をしてました。カメラさんはさ、水飲むときアイエンばっか抜いてなかった？気のせい。あのカメラさんはちょっと分かり手でした。あの、本当にありがとうございます。で、なんかその瀬取りの感想はなんか本当同じ、前回と同じ感じになっちゃうんで手短に言うんですけど、前回よりはね割といろんな曲をちゃんと覚えようっていう意思で聞き込んでいったから、あの日本語バージョンもねちゃんと、完璧ではないけどコーレスとかも少しは声出しもできて楽しかった。てかその瀬取りが追加じゃなくて入れ替え制だったから、そのメガバースが聴けたのはめっちゃ良かったし、とんでもねえかっこよさだったんだけど、よく言えばね、あのスーパーボールもう一回見たかったなっていう。まあでもなんか逆に考えたら、名古屋でスーパーボール見れて、東京でメガバース見れてっていう、そこはすごい良かったんだけど、でもなんかその千秋楽が、千秋楽オーラスが円盤になるっていうことは、そのスーパーボールのパフォーマンス映像は残らないんでしょうか？レジのお兄さんは残らないんでしょうか？残してほしい。だからもう本当に細かい感想なんですけど、最初の挨拶、ドラえもん可愛かった全員。なんかあれなんですか、夕方のアニメを制覇しないといけないノルマとかがあったんでしょうか。それよりもさ、あそこでミソしないといけないノルマとかがあった。どこでもドアで班のお風呂場にたどり着くリノっていう構図がさ、公式からポロって出たのが一番やばいでしょ、怖。でさ、なんかそのミソにそのノビタさんのエッチみたいなくだりやられてもさ、リノさんはさ普段から班の胸から尻から触りまくってるから、こっちからしたらなんかなんせやなっていう気持ちにしかならなかった。イエニーはさ、まあ、イエニーは本当に可愛かったんだけど、本当に可愛くて、なんかアイエンがさ常にメンバーの出来合いから逃走の姿勢を取ってるのが好きで、なんかもうそのまま逃げ続けてほしい。特に今回あのすごいチャンピオンから逃げてたのが可愛すぎた。ソロ曲のさ紹介があったじゃないですか。今回もフィリックスもさ生着替えの話をしてる時にメンバーが服脱がそうみたいな流れあったじゃないですか。その時フィリックスにチャンピオンが顎食いしてませんでした？幻覚？チャンリクスいたよね。ピリちゃんこうやって向いてなんかね脱がされかけてたけど、チャンビンがさこっち行ってさ顎食いしてた。もうなんか私がなんかこの辺の見切りアングルから見てたんだけど、ほんと幻覚だったらごめん。他に見た人いたら教えて。スンミンがさパフュームの説明してる時にハンがさリロの腕をさ嗅いでた動物なの。でなんかあの後もさ、あの後だった前後だったか分かんないけどさ、あの MC の時にミソがさもうなんか完全に二人の世界みたいな雰囲気出しちゃってさ、ちょっと会場が変な空気になって、すごいマジで面白かった。なんかあの後のバンちゃんのなんか二人何みたいなツッコミがなかったの、本当になんか大変なことになってた。本当にすごい今更なんだけど、あのファンヒョンジンさんの表情筋やばない。本当に怖いよね、ヒョンジン君の表情筋。ちょっとインフンでる。あんなさ白目向いて舌出してかっこいいのは本当に世界でお前だけや。でそんなの普通の人がしたらただのさ変顔じゃん。なんかもうおかしいよね。なんていうの、もうイフサーカスの時に、ね、あのステージ上でチキンを食べ出すソチャンビン助かりました。フォークがさ落ちちゃってチャニがさめっちゃ拭いてくれたのに結局手づかみで食べてて、なんかあれのせいでさサーカスイコールちょっと面白い曲みたいな印象になっちゃうじゃん。味噌が変な空気になった時のツッコミというさ、チャンビンのねフォーク拭いてあげたりさ、バンちゃんはさ全ての事故をフォローしてくれるよね。保険なのかな。でなんか最後の方さ、他のメンバーが挨拶してる間さ、アリカリハンがずっと肩組んでて、なんかアリカリハンっていうかのハンがさ真ん中にいてリノとアイエンに肩回しててさ、肩腕回してて、やでね、私はあの見切りアングルからずっとあのアイエンの定点カメラをしていたんですけど、一瞬だけさ、あの一瞬だけハンの腰にしれっとテーマしてるアイエンいたよね。あそこで死ぬかと思った。あのこの人は全然あの見境がないから、あのポップスも好きなんですけど、本当に最後の方のあのみんなの挨拶でもうね涙がちょちょぎれて、振り返り映像みたいなのもあってさ、マスクの中のね湿度がやばかったんだけど、でも本当に最高だった。ただあの最後にさサプライズスローがあったじゃん。これの裏の説明をさ全然読んでなくてさ、それは本当になんか初心者すぎてごめんって感じなんだけど、でなんかみんながスローガン出し始めたタイミングでさ、あれ今出すんかって思ったけど、もうカバンの中にきっちりしまっちゃってて、本当に写真撮る直前ぐらいに慌てて
バッて出して間に合ってよかったです。あの角度だと多分写真あんま写ってないけど、全然あの気持ち的には良かったです。双眼鏡もあるし、うちわもあるし、ペンラもあるし、スローガン出すってなったらさすがにさ、千手観音じゃないと足りないよね。お見送り会のね、感想をさ、していいですか。ライブ終わったのが21時ちょっと前ぐらいで、帰省退場を無視して、あの爆速で帰ったら多分終電には間に合ってたんですよ。新幹線買った時点での私の時間の読みは間違ってなかったんだけど、まあその後ね、お見送り会に参加しようもんな帰れないよねっていう。お見送り会のさ、あの整理券にさ、いろいろ注意書きがあってさ、帰省退場に従って退場してから集合場所に来てねって書いてあったけど、終演後のアナウンスだと、終演後のイベントに当選された人は帰省退場に関係なく集合場所行ってくださいみたいな感じでどっちみたいな。私のいたスタンド席はね、割と序盤で退場のお呼びがかかって、それに従っても出たんですけど、集合場所行ったらね、整理番号順に並ばされるんですね。私がもうそこ行ったタイミングでも多分半分くらい人数集まってて、77番なんですけどって感じで番号の間にね入るわけですよ。長時間並ぶからさ、居合わせた前後の人と話してる人も結構いて、なんかその私が列にこう入ったタイミングで、私の一個前の番号の人が結構その前後の人ともうすでに喋ってて、あ、ここなんか私入ったらなんか話しかけられそうだなって思ったら、私がそこに入ろうが、私は飛ばしてその私の一個後ろの人とずっと喋ってて、とても気まずかったです。あー、この短い時間でなんか関係値ができちゃった感じかって思って、しょうがないよねと思ってさ、そこでさ、スマホ見ておとなしくしてたらさ、逆にね、逆に私より後から来た私の2個前だから、その人手前の人には全然話しかけてたの。あ、私ってそんな話しかけづらいですかって。え、なんだろう、なんか身長のせいで高圧的に見えてたのかな。私はもうね、永遠のコミュ障陰キャだから、全然こっちから話しかけたりとかしなかったんですけど、なんかその気まずさの中で集合場所からちょっとずつちょっとずつ現場まで移動していって、整理券に書いてある注意事項も少ないし、引き換え場所で撮影させられた注意事項も結構少なくて、何が良くて何がダメなのか全然わかんなくてさ、オールイン、何が正しくて間違いなのか判断してポーアップつけるみたいな、話さない手綱みたいな感じだったんですけど、うちは持ってていいのかなとか、撮影はもうそれはダメだよねとか気にしながら、でもなんか注意事項には何撮影 NG ですとか何も書いてなかったから、気にしながら並んでたら、屋内に入ったぐらいのタイミングでグッズ手に持つのは NG です、怪しまれないように、そのスマホとかスマートウォッチも全部カバンにしまってくださいみたいなアナウンスがあって、それ以外ってなると私そんなグッズ身につけてなくて、ね、あの前髪ピンとかも缶バッチとかも全然つけてなくて、ちょっとアイエンにアイエンをしようアピールするの済んだなって思ったんですよ。でもさ、ほら、あのイエニちゃんのほらネックレスなら大丈夫かなと思って、これをね、イエニちゃんにアピローっていう決意をして臨んだんですよ。22時前ぐらいかな、なんかやっとご本人たちの前を通るタイミングが来て、心臓がやばくて何も考えてなかったけど、こうふんわり年齢順かなって思って、イエニが一番手前に入ってすぐいる可能性があるから、最初からもうネックレスをこう指さして、ちょっとこんな感じでつまんでね、パーテンションの中に入ったんですよ。そしたらまさかの最初がリノで、 リノごめんって感じでネックレスをねアピールしながらも手振って、で順番がリノ、アイエン、チャン、ビン、スン、ミン、フィリックス、ヒョンジン、ハン、バンちゃんだったらしいです。ごめんな、本当に記憶がなくて、調べたら出てきたんだけど、私がはっきり己の記憶として覚えてるのが、最初がリノだったのと、最後がその、ハン、バンちゃんの順番だったのぐらいしか覚えてなくて、多分ね、その、リノの次に、アイエンが来ちゃって、こうしばらく記憶飛んで、ハンのあたりで我に帰ったんだと思う。でもアイエンにさ、こう必死に、ネックレスをね、アピールしたの。なんか、寝が陰キャだからさ、なんか、私の必死アピールは、もう、周りのそれなりアピールみたいな感じなんだけど、そしたら、アイエンがさ、こう、最初何も気づいてなさそうな顔でニコニコ、こっちにこう、手振ってたんだけど、私がもう必死にこうやって、やってるから、あ、なんか、あーって顔して、その後、行こうって笑ってくれたの。オタクは記憶をなくしました。気づいてたのかな？なんかわかんないんだけど、なんか必死にアピールされてるから、なんかとりあえずリアクション取ってあげようみたいな、そんな感じだったらさ、もう本当にしばらくさ、アイエン通り過ぎたと思う。ずっとネックレスこうしてたの。そのままこうやって手振ってたんだけど、そしたらそんなやつがね、目の前に来ても、大天使ピリックスさんの笑顔はとんでもなかった。これ覚えてる。まともにさ、顔面の記憶があるのが本当に
アイエンとピーだけでそれぐらい秒でした。ハンジソン君近くで見ると可愛すぎて、顔も可愛いんだけどさ、放ってるオーラが可愛い。急にスピリチュアルな感想になるんだけど、あとお見送り会はね、なんかそのみんな座ってたから、その身長の具合があんまり分かんなかったのが地味に両ポイントでしたね。なんかこっちがさ170とかあるとさ、彼らがこう2メートルあるっていう事実が崩れてしまいかねないから、でもうそっからもう放心状態で外出たらもう22時とか帰れるわけがなかった。あれ以降さ、まあ、家に帰ったら犬いるしなみたいな、猫いるしなみたいな感覚、目を閉じればあの日ニコってしてくれた威厳がいるしなと思って、そういう気持ちで生きてる。解像度がカンストしてるスケズちゃんと家にの笑顔が頭から離れなくて、一生この十字架を背負って生きるんだろうなって思います。ケーポとさ 2.5 をこう同じベクトルで語るの変な話だけどさ、私はもうこの3年間の基本の現場がヒプステだったから、比較対象がそうなっちゃうのを許してほしい話をするんですけど、ヒプステ朝も70回以上見に行ったけど、最前列撮った時ですが推しと目も合わないまま卒業イベントになり、その塩加減に慣れてたからさ、そんなオタクくんがね、たった2回目の現場でさ、アイエンさんから1対1のリアクションされたら、もうなんか本当に冷静に気が狂うやろっていう気持ち、なんか全てを奪いに来るよね、ヤンジョウインさん。これはもう本当に余談だけど、止めてくれたフォロワーの人にアイエンの年齢を教えたら犯罪じゃんって言われました。確かにね。でもなんか私のさ、キモータムーブを持ってすれば誰を襲うが犯罪になると思うから、まあいいかなって思うよね。10月末で全ての運を使い果たしたから、次の現場は全然未定なんですけど、ロックスターは各携帯合わせて多分12枚ぐらい予約してるので、次はそれを開けるかなって。大変な月末でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。